久保さんなんかあのサッカー負けたっぽいですね。僕あんま僕サッカーあんま僕もあんま興味ないんですけどもまあねサッカーといえばあの中田さんまあちょっとね昔ですけどね中田さんすごかったですけどまあ中田さんがねこんなこと言ってます美しいプレーを見せようと思ったら地味な練習を死ぬほどしないと,しない,といけないと基本があれば1を100にすることだってできる基本がない選手はいつか消えていくでしょうと基本があれば1を100にすることだってできると やっぱ素晴らしいですね。うん、基本に忠実 <laughs> 基本やっぱ大事ですよね。なんかあのー、久保さんもいろんな人見てきたと思うんですけども多分うまくいかない人ほどうー100を求めるんですよね。<laughs> うまくいかない人ほど100を求めるんだけどずっとうまくいってる人って一応探求するんですよね。 うんこれ結構ね、共通ポイントじゃないかなと思いますね。特にノウハウコレク,ウウコレクターの人なんかは常に100を探してるわけじゃないですか。うん僕は少なくてもこの少ない再生数でずっとなんかビジネスやってますけど、基本をずっとやってるだけですね。基本で生き残ってるっていう。で、それも分かってるんで、これからも基本をずっとやっていくみたいな話ですね。これからもずっと。で基本はぶらさずやっていくっていう。 逆に言うと、基本さえあれば、あのー、まあ、100にしなかったとしても生き残ることはできるのかなと思いますね。うん。100にするかは、あの、その人次第ですけども、基本をマスターしとけば、うーん、まあ、生き残ることはできるんじゃないかなと思いますねで。特に僕が教えてるコンテンツビジネスに関しては、やっぱり利益率が高いので、うーん、基本だけでも利益出るんで、<laughs> ありがたいですよね。 でもこれ普通の,その商売で利益率が20%とか10%とか数しか出ませんっつったらこの少ないお客さんでは絶対まあやっていくことは難しいですけどもうんはい基本やっていきましょういってらっしゃい